レアルマドリード・フェメニーノは、スペインのマドリードをホームタウンとする女子サッカークラブ、プリメーラ・ディビシオンに所属する。シニアチームに加え、U-19 カテゴリーと U-16 カテゴリーのチームで構成される。2014年9月12日、前身のクラブである、クラブ・デポルティーボ・タコンが設立。タコンの名称は、トラバホ、アトラビミエント、コノシミエント、オーガナイサシオン。 ノートライアダットの頭文字から来ている。2015から16シーズンは U-14? カテゴリーのチームしかなく、2016年6月24日に CDA カニージャスのシニアチームと U-19 チームを併合したことが発表された。2018から19シーズンに西軍ダディビシオンおよびプレイオフで勝利し、翌2019から20シーズンよりプリメーラディビシオン。 に昇格することとなった。男子チームであるレアル・マドリードが2019年6月に行った理事会にて2020年7月から CD ・タコンを吸収合併するソシオ評議会が行われることになり、同9月の臨時総会で正式に吸収合併が決定した。買収額は30万ユーロとされている。それに伴い2019から20シーズンより、 レアルマドリードが所有するエスタディオンアルフレッドディステファノをホームスタジアムとして利用することとなった。2020から21シーズンより名称がレアルマドリードフェメニーノとなった。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。